放棄シ動物、放棄シ動物、放棄シ動物は、基地室の生還に住む解散の訂正、無脊椎動物。独立の動物門を構成するが種数は少なく、原生種は二属獣数種のみが知られる。和名はが放棄のように見えることから、学名のは、ギリシア神話の女神フォローニス、EOO の別名に由来する。体は、全中上で、頭部の一方の端に、 触手感、他方に橋玉と呼ばれる膨らみを持つ。小さいものでは体長5センチメートル程度、大きいものでは2 5センチメートルに達する。体表は薄い口くらに覆われる。体色は普通肌色で黒や茶色のこともある。触手感は専門の生えた触手が感情に並んだ構造で、スリット状の口はそれに囲まれている。口は 工場突起に覆われている。消化管は口から伸び、探求の中で膨らんで胃になる。胃から触手管側に折り返すように腸が伸び、触手管の外側に開く肛門につながる。そのため、消化管は全体として U 字型になる。またい甲を持つ。体は前体、工場突起、中体、触手管の器部、後体、頭部の三大切性で、 対抗もそれに対応して三つに分かれている。すなわち、工場突起内の全空、触手間の基部にあって、触手内部にも伸びる、中空、胴部の対抗をなす、悟空の三つの対抗を持つ。対抗液中には数種類の細胞がある。発達した閉鎖血管系を持つ。主な血管は、端玉側から触手間側に血液を流す、導入性血管と、 その逆の動質性血管である。血液中にはヘモグロビンを含む赤血球があり、触手間で取り込まれた酸素は動質性血管から体中に運ばれる。血管は胃と接触しており、栄養分を胃から血液中に取り込んでいると考えられる。胴部に一体の人管があり、老廃物の排出のほか、配偶子の放出経路にもなる。 固着生活に伴って頭部が縮小しているため、明瞭な脳神経節は持たない。中枢神経系は、触手間基部の表皮内にある神経管で、そこから触手間や筋肉に神経が伸びる。表皮とその下にある肝筋層の間に神経の張り巡らされた層がある。横分裂や出荷による無性生殖のほかに有性生殖も行う。 死ゆ動体の種と死ゆ遺体の種を共に含む。繁殖様式は、保育型、放任型、保護型の三つに分類できる。保護型は一種のみで知られるもので、受精卵は母親の生管内で発生し、ナメクジ様の陽性になって短期間の浮遊生活を送る、悪地のトロカ幼生期はない。放ムシやヒメホウキムシなど、保育型の種では、 精子は凝集して正法になり、配偶相手に受け渡される。精子は相手の体内に入り込んで受精し、受精卵は体外に放出されて、しばらく母親の体表に付着して発生する。その後、悪地のトロ化要請として孵化し、浮遊生活を始める。法人型では、受精卵が親の体表に付着する時期がなく、初めから海水中で生活する。いずれの場合も、 乱活は放射性の前頭割。アクチンのトロカという妖精の名は、まだ生体との関係がわからなかった頃に、妖精のみが新種として記載され、という属名を名付けられたことに由来する。この妖精も、生体と同じく体は三つの部位に分かれる。南極海を除く、世界中の海域で見られる。多くの種は、広域分布種である。長官体の泥底から、 水深400メートルの海底まで垂直的にも広い範囲に生息する。寿命は約1年と考えられている。生態は基地室の生還を分泌し、その中で暮らす。この管は海底の土や砂の中に埋められるか、岩や貝殻に固定される。岩に固定される場合は、多数の個体の生還同士が融合し、群生する場合が多い。埋在性の場合は単独である。 ホウキムシは砂の中に作られる紫花銀着の生管に強制することがある。膨らんだ箸玉によって体を生管内に固定していて、魚類や複足類、線虫類などの捕食者が接近すると素早く管の奥に身を隠す。大壁に管筋と縦筋の筋肉層を持つ者の,のその力は弱く生管に出てしまうとほとんど動けない。 食種管は食われたり地切れしたりして失われても再生することができる。食種管を使って、繊毛粘液接触を行い、水中の藻類や無脊椎動物の養成、デトリタスなどを食べる。食種に生えた繊毛が水流を起こし、流れてきた餌の粒子は粘液に付着し、繊毛によって口に運ばれる。放棄シ動物、湾足動物、 外行動物の産群は伝統的に触手間動物としてまとめられ、発生様式や形態形質から進行動物に含まれると考えられていた。しかし、分子系統学によって、これらの動物は急行動物、その中でも管理動物の系統に属すると考えられるようになった。管理動物に含まれる各門の系統関係は不明確である。 放棄シ動物は、腕足動物と近縁であると考えられることが多く、腕足動物と放棄シ動物を合わせたという分類群も提唱されている。放棄シ動物は、腕足動物の一部から進化したと考える。研究者は、放棄シ動物を腕足動物門のアモンとする体系を提唱しているが、確たる結論はない放棄シ動物は、硬い構造を持たないため、 明確な化石は発見されていないものの、デボンキ以降の地層です穴と思われるナマコン化石が見つかっている。また、カンブリアキノの,の化石は、有字型の消化管と触手を持つため、放棄シ動物の一種であると主張されている。他に、シルルキからデボンキの地層に見つかり、と呼ばれている環状の化石は、コケムシ類と考えられていたものの、放棄シ動物であることが示唆されている。 以下の二族に分類されている。前者は、触手間と頭部の間に、エリヒダと呼ばれる部位を持つが、後者はエリヒダを持たない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。